声優チャンネル声優どうも、全国名字ランキング48位、三浦です。みんなの視線は俺のもの、木村航平です。俺たち、KK コンビでお送りします。よろしく、よろしくお願いします。なんかどうしたって感じですが、まあ気にしないで続けましょう。ところで小林じゃない、貴様何者だ。三浦です。三浦、さっき名乗っていたが、小林はどこにあった。小林の本体。まあ小林にもいろいろ事情があるんです。事情って言えないの。うん、大人の事情ってやつ。イエス。言えない。うん。ところで三浦、はい、今日のテーマは。あ、今日は終了公演についてお話しします。実にいいテーマだ。そうなんです、私たち1年生の初の公演、終了公演が3月の9日、10日に行われるんです。なるほど、素晴らしい。いや、あんたも出てるでしょ。その通り、俺たち1年生が勝負に入って1年間学んできたことを全てぶつける公演、それがキャラクター目録2018ファーストアクティングだ。そうなんです、てかめちゃめちゃ喋ってくれたね、ありがとう。当たり前じゃないか、俺はやるときはやる男だよ。いや頼りになるわ。ただ1年間の集大成だけが見どころじゃないんです。他にもたくさんあるんですけど、特に見てほしいのは AB クラスの違いですね。 AB クラスで内容はほとんど同じだが、それぞれの特色があってな。そうなんです。あ、ちょうど我々 A クラス、B クラスなんで特色の方を話していきましょう。その前に俺の素晴らしいプロフィールを紹介しよう。え、名は木村航平、1994年9月16日生まれ。生まれは宮城県、育ちは神奈川県、肌の趣味はドライブ。はい、じゃあ木村くんが喋り続けちゃうので私のコーナーに行きますね。題してカスコのお悩み相談室。ありがとうございます。じゃあ早速お便りの方を見ていきますね。ペンネームマグロさん、はい、僕は朝が弱くてアラームが鳴ってもなかなか起きることができません。朝寝坊しない方法を教えてください。あー、この時期はなかなかお布団が離してくれないですよね。でもそこで私が調べてきた中で一番おすすめしたいのが呼吸法です。まずすっきり目覚めるためには睡眠が大切です。そのためには副交感神経をリラックスさせる腹式呼吸をしましょう。お腹ぐーっと膨らませるやつですね。そして逆に目覚めの時には交感神経を刺激してくれる胸式呼吸で、呼吸してみてください。胸で吸う方ですね。で、これをやるだけで全然違うみたいですよ。皆さんも試してみてくださいね。そして短いですが、今日はここで終わりなんです。じゃあ早速、木村くんの方終わってるか見てみましょう。そしてうどんだ。彼はコーナーの間もずっと喋り続けていました。まあでも早速 AB クラスの特色について話していきましょう。あ、 A クラスからどうぞ。え、あ、私からなのね。あ、了解。じゃあ A クラスの話なんですけど、 A クラスは団結力を見てほしいんです。団結力か、いいね。 A クラスは一つになった時の良さが魅力なんです。あ、 B クラスは。 B クラスは何といっても個々のキャラクターだな。ほう、例えば。俺とかたくさんの個性的なキャラクターがいて、それがとても見どころだ。おー、それは楽しみですね。じゃあもう特色を言ったんで最後に告知の方をしてみましょう。そうだな、俺たち20期生の最初の公演、キャラクター目録2018ファーストアクティングは3月9日と10日にあります。3月9日、10日、両日とも昼公演、夜公演の方 AB クラスでやりたいと思いますので、ぜひ見に来てくださいね。各公演500円になります。1年間学んできたことを全てぶつけます。詳しくは勝美ミュージックカレッジのホームページか声優学科のツイッターの方ご確認ください。ここまでのお相手は、最後まで俺から目が離せなかったろう、木村航平と、俺最後まで続けるんだね、三浦かすみでした。声優勝美ネット TV 声優チャンネル声優、次回もよろしく。じゃあ、もう無理。
もう無理無理無理。そんなキャラじゃない俺は。もう無理。さすがに。無理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 。なんで？もうやだ。無理。やめない。無理。なんで？もうやだ。